中田、オープン戦の成績、想像の5倍グロかった。嘘だろ、これ。中田さんの成績、ドラゴンズに新加入した中田選手。日ハムや巨人で活躍した実績や、打点王を何度も獲得したことで、中日ファンからも活躍を期待されていた。しかし、オープン戦では全く打てずに打率も1割を切っている。まだ練習の段階なので、調整段階ではあるがさすがに心配になる。中田が去った後に安打数が2桁になってて草。中島のファーストスタメン案が現実的に。巨人の構想外に4番の働きを求める中日さん。中地はアウトの打席も当たりがいいな。一応両膝に関しては、日ハム時代にも壊してるからね。踏ん張ってる方だよ。開幕ビシエドでもいいと思えてきた。宇佐美が打撃好調だから、案外ありかも。中田が退いた瞬間に爆発する中日打線。彼は基本的に6月から本領発揮だから。巨人でポジションを追われた人に、期待しすぎなんだよね。気持ちはわかるけどもう結果が。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。